火事の後に起きた、暴動1547年のモスクワ大火は1547年当時、木造の家屋がほとんどであった、モスクワの一部を破壊した火事。火事は、クレムリンに延焼し、クレムリンうちの火薬庫のうちいくつかが爆発した。火事はイヴァン4世が、ロシアのツアーリとして退官した、半年後の6月24日に起こった。火事により、 約8万人が天居を余儀なくされ、死者は2700から3700とされた。生存者でも貧困になった者が数多くいた。クレム人の生信女就寝大制度にも延焼したため、モスクワ不主教のマカリーはクレム人の壁の裂け目から救出され、縄でモスクワ側まで運ばれた。彼は負傷した後も16年間生きたが、傷が全壊することはなかったという。モスクワ人は、 大化の責任がイヴァン4世の母方の親族である、グリンスキー家にあると考えた。大化の後に暴動が起き、生信女就寝大聖堂でおののいて動けなかった、マカリーの前にユーリー・グリンスキーが異種打ちで処刑された。その兄弟のミハイル・グリンスキーはリトアニアへ逃げようと、たが失敗。彼の母でイヴァン4世の母方の祖母であったアンナ、ヤクシッチは、 魔術で火事を引き起こしたと噂された。ボートたちは、アンナの身柄を引き渡すようイヴァン4世に要求したが、拒否された。暴動の結果、グリーンスキー家は失脚し、イヴァン4世の権力が強化された。ありがとうございます。